よし、サクサクとやれますか。こっちから来たんだね。ふぅ。邪魔。すごいぐちゃぐちゃになっちゃった。よし、準備ができて。なだたの言う馬のメッセージ、準備ができてませんとこかな。そうだと思った。いい連動でいいの？いや、後ろを向いてるアングルでさ、外出んのさ、やばいと思ったんだよね。やば。え、実際に注射器あったの、ここに。幻覚？自傷行為？幻覚による自傷行為ですか？ちょっと前行くの怖すぎてさ、これ聖書的な？前行くの怖すぎてさ。いや、なんか降ってきそう。大丈夫か？と思った時に出てくる。入って出てくるかもっていう時には出てこない。多分は血がついてる。行きますか。最上階に向かっているという認識でいいんだよね。え、なんでこの人顔にさ覆面顔に布かぶせられてんだろう。その状態で、転生するってことか、ネコロモフに。75発。ふぅ。あっち。なんだこれ。これで壊せないかな。これで多分どっかへの道がつながったんだな。アルトマン？なんて書いてある？読めない。そうだな、つながったな。なんとなく場所なんとなくわかる。いやー、なんか上から突き破って出てきそう。甘いとこ武器。ねえ、やだ、なんでこの辺血だらけなの。大聖堂、わあ綺麗そう。え、なんか今移動してなかった。うわあ、そこから見るか。どうせ戦いになるから綺麗だね。ジャベリンスピア、リロードする？ジャベリンガーもうちょっと強化したいな。うわ、声聞こえる。声だけかな？ちら。声だけだ。絶対出てくる。あ、このさ、服着てるネコロモフと同じ服着てるこの人たち。すごいね。なんだこれ。右の道に行くのか。なんて書いてあるんだ。いや、声だけだ。声でビビらせようとしてる私を。下に死体あったら処理しておきたいけど、なさそうだ。普通に出てくるんだ、敵が。いやー。なんて書いてあるんだろう。まあ、いっか。
知らない単語かも。セイブヨダメだ、難しい。あの綺麗な文字だったら読めるけど、ちょっと汚くなるともう読めないや。うわ、真ん中でこれさ、閉じ込められて戦うと。声だけ。はい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 。声だけ。あ、なんかさ、私、キリスト教のさ、教会みたいな海外でさ、行った時にさ、旅行でさ、見たんだけど、こういうのってなんか、あの、聖書とか文字読めない人のためにさ、もの、うるさ。さっきか何？なんか、あれの、あれだよね。絵で説明してんだよね。でもこれどういうのかわかんないけど。全然わかんないよ。あ、ここ最初に入ってきたとこのあれじゃん。ねえ、何？いい加減にして。音だけじゃん。いや絶対にここ真ん中行ったらさ、戦いになるよね。まあ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 、死んでも生き返ってやり直せる。上見てみるか。綺麗だな。うわあ、ここにもなんか人の像がいっぱいある。うわ、うわ、うわ、これ使うやつじゃん。使うやつだ。レッドマーカーの像いっぱい。うわ、びっくりした。Something in the church. It broke the door. Hang on. I'll try to override all the gates in the area. There's something out here too. Yeah. Tididen. 目標がないんだ今。はあ。え、進まないとダメ？どこかわかんないんだな。もう一回こっち行ってみるか。まあ、無理か。レッドマーカーのレプリカめっちゃ光ってる。すごい。ああ。来いよ。殺してやる。全員殺してやる。全員殺す。ちょ、殺される。殺される。あ、もうこの速いやつ、私ね、苦手だったの、覚えてる。死んだ。気持ち悪いんだよ。早いやつ。Isaac, I can't unlock the elevator. Can you do anything from your rank? Let me see what I can do. Okay. Once you're through, you'll go to the funerary wing of the church and down into the crypt. It's very important you not to stay. Oh. No.No, Earth Cup can't land it in here. Not in here. Dana, important that I want. あれ、書き換えてもないよ。本当に妨害されてんのか？デイナが自分でさ、14発しかない。自分でさ、ガガガガガってやってさ、自作自演してんじゃないの。全然弾出ないじゃん。ふぅ。これ武器かな。これ武器か。
いやー、物陰に出る早いやつが本当に無理でカジュアルにしたの私は覚えています。まあトラウマ克服していきますか今回で。持ってくこれ持ってこ持ってこ。オッケーオッケーオッケー。いや早いやつ嫌だって本当に。あれ浮いちゃった。1個しかない、2個持ってきたと思ったのに。強化したいな武器。パルスライフル強化したらだいぶ楽そうだけど、ジャベリンスピアも強化したい。怖いと武器連射しちゃうのをちょっとどうにかしたいですね。大聖堂。失われて久しぎて家を破壊しちゃったんだ。これ戻ってる？戻ってる？戻ってます？戻ってない。埋葬塔に行くのは初めてです。え、消えた。ちょっと私の爪消えた。ゲームに消された。持ってたのに大切に。西町合室痛い安置所入り口。痛い安置所好きだね。レッドスペース好きですね本当に。私は嫌いだけどね。はあ、これ殴れるのかな。ビリビリする。あ、大丈夫だった。ギフトショップちょっと戻っていい？戻るわ。やった。やった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 。いや、待て。やったやったと見せかけて。よし。ふぅ、まず、ノード買うか。セキュリティスーツ。あ、新しいスーツだ。パルスライフルで与えるダメージが 5% 向上する。待って、高っ。 10% の防御効果。なんか売るか。インベントリー、ステーシスパック売って。結構高いな、1250円。え、ちょっと待って、足りない。プラズマカッター売っていい？1000円取っとくか。うわぁ、どうしよう。え、あ、ステーシスパック売る。え、違う違う、買っちゃった。買ってどうすんの。あ、ステーシスパック高っ。無駄に買っちゃった。うわぁ。これ欲しいよ。お金残しとけばよかった。まず、パルスライフル。装填数、ダメージ欲しいな。ジャベリンガ、リロード速度。いや、これ、パルスライフルだな。ちょっと待って。ダメージ欲しいんですよ。だから。それで
リグヘルス量も増やしたいところ。いやでも回復足りてないから、え、これリグさヘルス量増やしたらさって思ったけど、濃度2個しかないのか。サブ武器の威力を増やす、あ、25増やしとくか。リロードの隙をなくそう。うわー、100発、いいね。回復あったっけ、撃ったっけ私。あ、あったあった。わースーツ欲しい、威力上がるの大事。オッケー、セーブしよう。いやーでも物資が不足している、やばいな。よし、次で買いたいスーツ。スーツ意外と高いんだな。ギリギリまで濃度買っちゃうのやめよう。スーツのために残しとこう。多分ね、武器とかで、武器とかスーツの強化がある程度済めばそんなに大変じゃなくなると思うんだよな。多分ね。採血後礼拝所。葬儀。Thank you for your compliance. うわ、なんでこれあるの？絶対やばいって。この棒あるのやばいって、戦いますって教えてくれてる。念入りに壊しとこう。頭も念のため。よし、つらボスですか。ボスですね、きっとボスだ。ボスか。から降ってくる。ちっちゃいのいっぱい出てきた。ちっちゃいのまだいる。爪で殺したやつさ、死体消えてない？多分一人吹っ飛ばしたんだけど、消えてる気がする。ボスじゃなかった、体力減っちゃった。喋ったアイザックさん。そういえばあのね、今ね新しいパソコンでね買おうとしててね、3週間後に届く予定、とっても楽しみです。なんかこのゲームは古いゲームだからあれなんだけど、あ、ここに置いとくか。1個前のデトロイトとか結構フェイスリーがカクカクしてたから。死体だった。ちょっとしたゲームするには全然問題ないんだけど、せっかくなんで買い替えようかなと思ってます。でこのデッドスペースね、なんかアマゾンかなんかで買ったんだったかな。だからあ、なんかあの
ソフトごと買って、でそのソフトね、インストールした後どこにあったか分かんなくなっちゃったから、このパソコンでしか使えないから、新しいパソコンが届く3週間以内にクリアしたいですね、このゲームを。コントロールド、クライメ、クリーム、ちょっと、どっちか分かんなくなっちゃった、私。ドイツ語をやってるから、時々なんか、読み方どっちか分かんなくなるんだよね。とりあえず、気温がコントロールされてるってことね。クライメイト、かな。ドイツ語何だったかな、クリマットかな。全然違う単語だったりして。よし。弾の24発しかない。やばい、やばいんですぞ。ギリギリのところを生きている。いやー、今まで来た道戻らせるのかな、もう戻んなくていいのかな。結構奥まで来たしな。うわ、油断させて出てくるぞ。チャプター5進んだー。わない、この辺。ふぅ、開かないのか。よし、アイテム欲しいけどな、ないんだな。圧倒的物資不足です。視聴者の皆さん、私に物資を。何、え、気温コントロールされてる、これされてなくない。音楽やだー。アイテムの取り逃しだけは避けたい。え、破壊していいやつ。ちょっと、なんか死んでもさ、このゲームさ、死んでもさ、すぐ近くでやり直させてくれるからいいね。デッドスペース1の時はそんなに死ななかったから、あれだけど、2ちょっと難易度、マジでビビるからやめて。あ、この中にいるの人間、やばい、全員敵になる。一人出てる。ねえ、殺しといた方がいい？ダメだ。無駄に弾使っちゃった。そう、ネットスペース2さ、1は真ん中でやったんだよ、確か。ノーマル的なやつ。あ、2をね、カジュアルでやってた人なんで。でも1やって、あ、私結構強いじゃんって思って、2は0点にしたんだけど、0点やっぱりなんか結構死んじゃうから、やり直しも多くて、それで、このゲームのやり直しの親切さを知った。そう、私実況始めて気づいたんだけど、私結構さ、銃の扱いうまいんだね。意外とね。あ、マウスだとね。え、何この音。あ、わかった。同じようなとこ、こうたくさん行かせて油断してる時に襲わせるんだ。ああ、またこのマップで大丈夫だわって思ってる時に襲いかかってきます。あ、なんかある。境界された遺体、棺梱包作業の温度に関して、棺梱包責任者シズルおよびJ、
先週に遺体の凍結解除及び遺体の損壊を引き起こしたソフトウェアのバグについては復旧を完了した。急激な温度上昇を検知した場合、第一セクションの管理がマニュアル操作に切り替わるようにすることで対応。個人的には先週ここで棺梱包システムに勝手にアクセスした地球政府の査察官が何かしたのではないかと疑っている。でいいのか、検討外れなのかもしれないが、いやでも地球に妨害されてるとか言ってたよな。彼らの縄文時期と事故の発生時期、タイミングが良すぎる。今夜中に OS の再インストール作業を実行して、感染が疑われるソフトウェアは全て消去したい。この作業のために特別シフトを編成する予定。シズルからの報告は以上。 OK、 5発。あ、これあれだ、ジャベリンガンだった。それにしても5発か。もうちょっとワンマガジン増えてほしいな。そう、マウスだったら銃をね、結構操作できるんだなって私、実況通じて新しい自分を発見したんだけど、コントローラーは全然やったことないから、多分コントローラーだもんダメだと思う。コントローラーさ、ちょっとさ、友達の家でさ、なんだっけ、あれやったんですよ、あれ。バイオハザード5、プレステ3かな。で、やらせてもらったんだけど、親指だけでさ、エイムするっていうのが難しかった。コントローラーだったらさ、こっちじゃない、マウスだったらさ、こう、手全部でさ、手全部でさ、なんでなんでなんで、え、食らってんだけど、ワッツ。え、今死んだ後にサイコッペあった、なんか。死んじゃう。やばい。フラフラしてる。マウスはね、手全体使うからね。お金めっちゃ手に入ったぞ。これでスーツ買えるぞ、多分。ね、またここ？またこ、いや、微妙にデザイン違う。ボアル。うわ、ここもしかしてボス戦ですか？なんか、うろうろさせられそう。ボアルんだけど、やだ。押してた、1個下の D 押してた。